プール開きしたのはいいけど、まだまだ梅雨真っ盛り。おまけに本日は22度で強風。寒すぎるんじゃボケー。学校のプールの授業、あるある。地獄、明らかにプール日和じゃない日の授業。はい、特に今年は去年の夏に比べると、全国的に涼しく雨も多かったですよね。おそらく、凍えながらプールの授業をやった方も多いのではないでしょうか。そして今日は暑すぎ、プール入りたいって日に限って、プールの授業なかったりするのよね。いやいや、汚いなお二人さん。涼しい日のプールの授業、あるある。鼻汁ブシャー。泣き汁みたいに言うな。霊夢汚いぞ、鼻水ダラダラで。そういう主ちゃんこそ、きっとあれね、誰かが私たちの噂してるのね。それはくしゃみだろ。いやだわ、噂で鼻汁ブシャー。上の一両はいらねえよいらねえ。あれまたなんか顔面に変化が。涼しい日のプールの授業、あるある。唇、めっちゃ紫になるやつ。いるいる。モハメドじゃねえよ、サッカー好きな人にしか通じないやんけ。いや、凍ったー。涼しい日のプールの授業。前から黙れ佐藤。ってことでいきなりしょうもないですが、本日はプールあるある第4弾、お楽しみください。おしおし、熱はないな。他にも頭痛、腹痛、吐き気、咳なども全部問題なしと、おし、プール入れるぜ。学校のプールの授業、あるある。健康チェックカード。いやー、懐かしい。ちょっと中学の頃はあったか覚えてないのですが、基本小学校ではどこもあるのかな？プールに入るための健康チェック、皆様もプールの授業の日の朝、熱測りませんでした？忘れた時は保健室で測ったり。今年も来てしまった、プールのシーズンが、プール前までに痩せようと思ったけど、無理だったー。ああ、どうせ今年もお肉触られたり、女子より胸でかいとか言われるんだろうな。学校のプールの授業、あるある。どうしてもいじられちゃう、太っている男の子。はい、まあ大人だったらね、いちいち人様の体型なんていじらないかと思いますが、まあ大人でも子供みたいにいじる大人も一定数いるとは思うけど、小学生、まあいじっちゃう子も多いのが現実でしょう。ねえねえアメンボレイム。どうしたアメンボ主ちゃん。いやちっさ、顔面ちっさ。もう6月、そろそろプール開き。おお、もうそんな時期ですか。じゃあまた掃除される前にお引っ越ししないと。そういうことです。学校のプールあるある。オフシーズン、いろんな生物が生息。これね、確かにアメンボとかいるけど、皆様、この生き物たちは一体どこから来たんだろう、と思ったことありません。私もちょっと気になってグーグル先生に聞いたところ、シンプルにアメンボちゃん、まさかの飛べるらしい。しかも肉食らしい。しかし、実際にアメンボが飛ぶ姿を見るのはなかなかレアらしいので、せっかくですからね、皆様に見せてあげましょう、フライングアメンボ。いや、顔面しか飛んでねー。ふわ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 。ふわ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 わんふわん。何してんだアホにめえ。だって、プールサイド暑いんだもん。だから武空術で回避してるんだもん。プールあるある。暑いプールサイドで、武空術。いや、使えるかー。はい、昨日の茶番で主がふわふわ浮いていたら、それが予想外に可愛い、増えたというコメントをたくさんいただき大好評。調子乗って今日も浮いてるアホたちでした。それでは、また明日の動画で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。